苦味もないってことですかね。うん、寄ってきた。あ、そう、意外といいんだ。へえ。そうっすか。マグマの。もうちょっとかな。やっぱちょっとほんのり苦味があるんだよね。ザルでこしてあげましょうか。
はい、梅ジュースと梅ジャムのアク抜き完了しました。えいえい、ちょっとね、飲んでみましょう。本当にね、苦くてね、美味しくなかったんだ。ちょっとまだ熱いんだけどね。炭酸を入れて、なくなった。美味しい。美味しいよ、もか。もか美味しいけども。ジャムを。ジャム。ジャムもね、まあまあ、ちょっともっと綺麗にこせばもっとたくさん取れたんだけど、ちょっと疲れちゃって、このぐらいなのです。梅ジュースは本当になんか苦くて若干渋くてすごい飲みづらかったんだけど、アク抜きをしたら普通に美味しくできました。よかった。この量捨てるのはね、すごいもったいないんで、よかったらそうやってちょっと苦味が出ちゃったよっていう人は、何してんの、苦味が出ちゃったよっていう人はアク抜きをするといいかもしれないです。普通に美味しく飲めます。ねもか、梅ジュースと梅ジャムでした。